ポートゲートが全く調整されておらんではないか。なんたること。赤の賢者の小屋はさらにひどく荒らされておる。なんだかひどく争った後みたいね。これぐらい争ったとは言わんよなあ姉さま。そうよね、赤の賢者はすぐに音を上げたもの。つまらなかったわ。お前ゴムなのか。どう見てもダークエコに蝕まれておる。まあいいや、ダークエコの力に見入られてしまうとは。わしの忠告などみんな聞きゃせん。青と赤の賢者もさらったんじゃな。さらったなどとは人聞きが悪いな。緑の賢者よ、彼らは皆我々の城にいる特別ゲストとしてな。彼らは喜んで私たちの計画に協力してくれているのさ。お前は間違っていた。ダークエコの巨大な力制御できるのだ。世界を作り変えるのも簡単なこと。今の我々の技術ではそれは不可能じゃ。プリカーソル文明の…プリカーソルの封印なんか私たちにとっては全く意味がないわ。お次は地下に眠る大量のダークエコを地上に解放するつもりさ。よもやそれは…そう、コンビナート。あれを開けば大量のダークエコが地上に溢れ返る。不可能じゃ、あのロボットでもない限りは。そう、閣下するのはおよしんよ。いずれ全てわかるさ。ゴルド、ちょっと待った。あいつがゴル、オイラを元に戻してくれるはずのゴル。あいつら悪者じゃないかよ。トホホホホ、我ら皆トホホじゃ。奴らがコンビナートを開け、ダークエコが解放されたら全てがおしまいじゃ。奴らの城じゃ、そこに行って止めるしかない。城に行くならマグマチューブを通るのが近道だわ。もっとパワーセルがあればズーマーの耐熱シールドを改良できると思うの。よし、二人ともやるべきことは必要なパワーセルを集めてくるのじゃ。氷で封印されたダークエコじゃと？ここには何もねえから、さあ、行った行った。こんなでっかい宝石掘ってるのに。バラすんじゃねえ。パワーセルなら欲しいけど、ないの？パワーセルなら4つ持ってるんだな。欲しいの？いやいや、この鳥頭が言ってんのはな、パワーセルはタダでやるつもりはねえ。オーブを90個持ってきたら交換してやる。そうだな、ウィラド。またオーブ90個か。ねえ、ところでそのでっかい宝石、一体どうやって運び出すつもり？さあ、知らんな。どうせ運ぶのは俺様じゃなく、この鳥頭のウィラドだからだ。ゴージ、なんで僕ちんだけが働かなきゃならないのかな。あんたって、よーし、シャネ、パワーセルくれてやら。だねえ、ゴージー、90個オーブ持ってねえやつは無視しとけ。
集うところ澄んだ光が生まれず、答えはその中にある。120個のオーブを我に示し、パワーセルを受け取るべし。キャッキャッ、そのゴンドラ壊れてるみたいなの。後で直しに行っとくわね。聞こえる？計算したらマグマチューブを抜けてゴルとマイアの城に行くためには耐熱シールドをパワーセル72個でパワーアップしなきゃならないみたい。抜けられないわよ。72個ないとゴルとマイアの城には行けないわ。待ってくんない。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
行けるからいつ
つでも使ってね。